ネオバンドームは日本の競争馬。主な勝倉は2010年期サラギ賞。馬名の由来は冠名、ネオにパリのバンドーム広場。10月18日京都競馬場の新馬戦、芝千8 0 0メートルで2着。2戦目は11月1日で2着。3戦目は12月12日で、またしても2着だった。 4戦目は1月5日で1番人気に応えて、初勝利を飾った。そして5戦目のキサラギ賞。5番人気とそれほど人気にならなかったが、ミルコデムーロを安城に、人気のレイブドリアンの追い込みを封じ重賞初勝利となった。その後、トライアルを使わず、4月18日のサツキ賞に出走。後位からレースを進めるも3コーナー付近から徐々に、 交代してしまいブービーの17着と大敗した。秋初戦の神戸新聞杯では2番手追走から3、コーナー付近で先頭に並びかけるも、直線で1敗になり8着に敗れた。10月24日の菊花賞では、後方追走のまま13着に敗れた。初戦の京都金杯では、後一追走も、直線で伸びず5着、東京新聞杯では、いいところなく10着に敗れた。 当時ステークスでは、中段のインで待機すると直線でバクンを割って、鋭く伸びミッキードリームに一馬身一、四差をつけ、勝利した。金車地勝では中段に控えたが10着。札幌記念では、中段追走も、直線で伸びず6着。カシオペアステークスでは、後方で末足にかけたが直線で伸びをかき7着に、敗れた。 初戦の中山金牌では中断に控えたが直線で伸びず6着。続く中山記念では後方から追い込んでくるものの4着。東風ステークスでは道中行為で追走するが直線で逃げるつくば北東を捉えられず2着に敗れた。東王子ステークスでは後一一走から直線中ばで先頭に立ち後方から鋭く足を伸ばしてきた。 スピリタスの追撃を振り切って優勝した。続く、函館記念では、中断追走も、直線で伸びず9着。札幌記念では、後方から追い込むも5着。カシオペアステークスは6着。朝日チャレンジカップでは7着に敗れた。京都金牌から指導し11着。3月のダービー協チャレンジトロフィー14着を、最後に、4月4日付で競争場登録を抹消。 引退した。引退後は2014年からレックススタッドで種ボバとなったが2018年9月19日をもって共用停止となり2019年以降は千葉県成田市で引退名馬つなぎ養展寺事業の女性対象場としてつなぎをされている。母の弟に中央競馬の重賞を参照しているタスカータソルテがいる。ありがとうございます。